相談があるんだけど、私がやってることって他の子からしたらちょっとずるいって思う？あ、今のは別に落ち込んでるとかじゃない。ただ、普通だとどう見えるのかなって思ったの。あなたや愛さんのおかげで、SNS を見てくれる人、すごく増えた。たくさんコメントももらって嬉しい。ニナちゃんボードのこと、私も欲しいって言ってくれる人もいた。リナちゃんボードは、私がみんなに素直な気持ちを伝えることができる魔法の道具なの。でも、みんなそういうことは知らないから、スクールアイドルをやるための道具だって思う人もいるんだよね。顔を隠してるのは、やっぱりずるいことなのかな。でも、顔、見たいよね。お話ししてるとき、私もみんなの顔見るの好きだもん。私も昔はちゃんとみんなと楽しくお話できたんだよ。本当なの。でも、いつからかは忘れちゃったけど、なんだか、だんだんどんな顔をしたらいいのかわかんなくなっちゃった。これが原因っていうのはないと思う。多分、私の気持ちの問題なんだ。私の両親、二人ともお仕事が忙しくて、私が大きくなるにつれて、だんだん家を空けることが多くなっていったの。それでも、電話やメールやお手紙や、いろんな方法でお話をしてくれたんだ。だから、本当は一緒にご飯を食べたりしたかったけど、我慢できた。お父さんとお母さんには大事なお仕事があって、そのお仕事でたくさんの人を助けてるから、私も頑張らなきゃって。心配させないためには、一人で大丈夫なところを見せなきゃって思って、何でも一人でできるようになって、週末や夜のお留守番だって平気になって。一人でいるのは平気になったのに、面白いテレビを見ても、本を読んでも、だんだん笑えなくなっちゃったの。そのうち、学校でお友達と話して楽しくても、笑えなくなっちゃった。それで、お友達とうまくお話ができなくなって、そしたら、もっと表情の作り方がわからなくなっていったの。お友達とは仲良くしたかったけど、何を考えてるかわからないとか、怒ってるとか、全部真顔で言うから、なんか嘘っぽいとか言われて、難しいなって。でもね、愛さんに会って、リナちゃんボードもできて、それで、あなたに会って、スクールアイドルになって、応援してくれる人もできて、今は、とても幸せなの。だから、もっともっといろんな人とつながりたい。もし、リナちゃんボードがずるいなら、それを取ってでも。動画。そうかな。じゃあ、やってみる。うん、そうする。ありがとう。わかった。あなたが言うなら、そうする。